今こそ千葉よしを。よし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 、どうも千葉よしでございます。おはようございます。いや久しぶりだね。久しぶりに来ました、福田電子アリーナ。お待たせして、みんな待ってたね、きっとね。ちょっとね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、どうもありがとうございます。皆さん、本当にありがとうございます。よし。え、ちょっと軽く引いてるんですけど、どうしたんですか。いや、久しぶりにね、僕、先週ほら、お休みしちゃったから、はい。ちょっと元気をね、出していこうと思うんですよ。君たちね、僕にね、まだ、お褒めの言葉がないよ。おぉ。忘れたのか？どう？熊本戦で僕は、初めて予想が当たったんだ。よし当たったぞ、元気だぞ今日は。よし、時間がかかりましたね。そうね、あの新人にまで抜かれ。そうね、あの本当にですね、あの80何試合でようやく当たるというね、そうですね、今更ですけども、あの千葉賞なんとか当てることができまして、これからだっていう時にですね、翌週は来れないと。本当にあの千葉市をですね、楽しみに待ってくださっている皆様、本当に先週はお休みしてしまって申し訳ございませんでした。申し訳ありません。その代わりね、番外編あげたんで、はい、ね、これで福田年始やリーダーの生き方みんな迷わないと思いますよ、うん。まあ、そんな感じでね、今日も久しぶりでございますが、はい、今月僕が来れる唯一の福田電子アリーナの試合でございますんで、はい、しっかり気合を持って応援していこうと思いますけどもね。はい、でも溝口さんもいないし、ひなた君もいないじゃないですか。そうなんだよね、あのだから久しぶりのホームだから、月に1回ぐらいはさ、千葉よしお軍団みんな集まろうと思ってたんだけど、はい、ひなた君はね、金欠です。金欠。うん、あのね、ただ僕ひなた君に言いたいことがあって、はいはい、はい、あの日向くんね、僕が先週休んだもんだから、うん、彼がね、自分の YouTube チャンネルの方で、うん、あの、うん、千葉よしお戦に勝って予想するみたいなコーナーをやってくれたんですよ。いや、めっちゃいい子じゃないですか。うん、いいけどね、日向くんね、僕が言いたいのは、それは感謝してんだけど、言いたいのはね、あのクオリティなんだったらあげなくていいよ。辛辣。このおじさん辛辣。いや、予想も外してるしね。まあ、じゃあ今度はあの一緒に編集でもして、そうだ、ね、う教えてあげればいいんじゃないですか。そうだね、ここの編集全然なってないよと。これだと面白くないだろって、僕が切り替えの儀式やるぐらいに気合を見せろっていうのをね、ちょっと企画でトークだけってのは僕がちょっとどうかと思うんだよ。あ、せっかく千葉市軍団の端くれなんだからさ。そうですね、あ、なんかもっとこう体を張ったね、企画をやってくれないと僕の代わりにはならないってことを強く伝えておこうと思うぞ。はい、まあそれはいいんだよ。はいはい、それだよ。問題はね、今日来てないね、溝口くんの方で誘ったんです、もちろんね、うん、見に行こうっつったら、うん、すいません、僕今日試験があるんです。試験？なんでもね、彼は2020年の東京オリンピックでいろいろね、不動産とか地価が上がるだろうってことを見越した上で、はい、なんでも宅建の資格を取ると。おお。まあまあ、寝言をほざき始めまして、1年間彼も勉強してきたらしいんですよ。頑張ってんだろ。いや、頑張った、いや違う、頑張って受かるもんなんですか。いや、頑張らないと受からないですよ、そもそも。あ、まあね、うん、まあ、まあでも、まあ僕はまあ応援はしてるぞ、溝口くん、うん、ただね、あ、溝口くんね、次は来よ。まあそうですね、そうそう、次はもう試験も終わって、そう、どんなテンションで来るか分かんないですけど、そう、まあ、その時に彼の第一声で皆さん判断してください。うん、あ、これはダメだったんだな。逆にものすごく彼がテンション高かったら、あ、これは受かったんだなと思ってください。まあ、そんなに早く合否が来るのかどうか分かんないけどね。そうですね、まあ、吉尾さんの予想当たったとか、僕らの近況とか、まあ、正直どうでもいいんで。どうでもいいって言うなよ。どうでもいいんで、一生懸命当てたんだぞ。待ってたんだぞ、俺は。みんなからおめでとうございますって言われるの。やっぱ今日の大分戦ですよ、まずは。あ、まあそうだな、うん、そうだな。まあここまで来ちゃってるからね、はい、うだうだ僕らの近況話しても仕方がねえってことだね、うん。まあつうわけで、ようやく本題ではありますが、大分戦でございます。はい、まあ数字上はだいぶ奇跡が起こらないとジェフの昇格はもうないというところまで来ました。うん、ただね、これは僕本編でも言いましたけど、それでもやっぱり勝つジェフが見たいですよ。まあそうですね、今日は純粋にね、その昇格とか一旦置いといて、勝つジェフが見たい。そうなの、そうなの。だから残り5試合ね、意地を見せてくれとかいう気持ちもすごくあるけど、うん、やっぱり何よりも選手たちが楽しそうにプレーしてて、うん、その結果ゴールが生まれて、うん、一つでも多くの僕らのサポーターも含めて、ここ福田電子アリーナが笑顔で包まれてほしいなって思うだけ。
ユナイテッド。そう、僕たち全員でユナイテッドだから、うん、やっぱり僕ら一つにならないとね、はい、いけないですよ。うん、ただ今日の対戦相手の大分さんは目下優勝争いをしてると。まあ正直ね、あの大分さんとか本当に強いチームが J1 に行くべきだなと思うんですけど、それでもやっぱりここ福田電子アリーナでね、好き勝手させるわけにはいきませんので。いや、そうですよ。あ、純粋に勝っていこうよ。うん、うん、残り5試合、うん、千葉芳夫個人としてはやっぱり楽しみたいなと思いが強いです。うん、まあ来シーズンどうなるんだとか、うん、今シーズン残り5試合どんなモチベーションで戦えばいいんだ、うん、って不安になってる方たくさんいると思うんですよ。うん、いやいやいや、目の前でジェフの選手が一生懸命頑張って楽しそうにプレーしてる、うん、それを応援するのが千葉芳夫だろう思うんで、少なくとも千葉芳夫は楽しんでいこうと思います。よいよしお、ありがとう。おっごめんなさい、風で流れてきてたのが引っかかっちゃった。じゃあ行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。寒いですね。寒いということで、まあ試合結果も残念ながらお寒い結果となってしまいましたが、はい、大分さんとの試合は2対4での敗戦となりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ本当いろいろ言いたいことはあるんですけど、はい、まず最後90分間通して11人でやるとよかったなと、うん、まああれはそうですね、はい、正直あの大分サポーターさんは勝ったからよかったものの、うん、あの前半のですね、あのうちのチョルファン選手のちょっとポカーみたいなところが何度かありまして、うん、前半終了間際のあのエリア外での思いっきりね、ナイスセーブと、はい、たところで、あれは普通に考えればサッカーファンからすればレッドだろうと、うん、いうようなところで、まあ、奇跡のイエローで済んで、うん、結果11人で最後まで戦えたことは良かったなと思います。はい、まあでもちょっとね、さすがにあの前半開始早々のあの失点からちょっとケチがついちゃったかなっていう試合ではございましたけどもね、はい、これが優勝を争ってる大分さん、うん、そしてあの J2 リーグでトップの得点力を誇る大分さんの攻撃力が勝った試合でしたね。で、それでもジェフ千葉自体は自分たちのスタイルみたいなものにしっかり集中できていたとは思います、うん、まあ、これが結果に結びついてないからみんなやっぱり不満に思うところはあると思うんですけど、残りね5試合本当一つでも意地を見せたりとか、うん、残り5試合のうち一つでも多く笑顔になるゴールを増やしていきたいよねっていう話をしていたにもかかわらずだったので、まあ、結果が出なかったことだけがただただ残念ですかね。うん、でね、うん、あのヤッスンもさ今日思ったと思うけど、はい、あのジェフのサポーターゴール裏でさ、うん、あの横断幕とかは出してなかったんですよ。そうですね、大旗っていうの、うんうんうん、旗フラッグもなかったわけですよ、うん、でこれの理由がどうしてもね触れないわけにはいかないので触れとこうと思うんですけど、はいはい、まあ、先週山形戦の後に一部のサポーターの方がですね、うん、あの今シーズンのこの結果を成績を受けてどういうことなんだと意見交換したかったんだと思うんですけど、うん、まあ、居残るという事件がありました、うん、で僕は以前からも言ってるようにこういった行動自体は別に肯定も否定もしないわけなんですけど、はい、でクラブ側の対応自体なものも肯定も否定もしないんですけど、一言だけ本当に一言だけ簡潔に言わせてほしいのは、うん、仲良くやろう、仲良くやろうよ。いや、それっすね。そう、あのやっぱ千葉芳夫はね、千葉が大好きな芳夫だけどね、うん、千葉が好きな男だけど、千葉大好きな芳夫だけどね。もうね、寒くてね、ちょっと今日寒いんだよ。寒いからちょっと口がよく回らなくてわけわかんないこと言っちゃってんだけど、うん、まあ、千葉芳夫ってほら千葉が好きな男だけど、はい、この千葉が好き、そう、千葉の中にはもちろんジェフも入ってるし、うん、僕はジェフユナイテッドのサポーターみんなも入ってる、うん、だからどっちも好きなんですよ、うんうんうん、ジェフユナイテッド市原チームに関わる人みんなが好きな男なので、うん、そういった意味ではね、ちょっとなんか寂しいなって思っちゃうような、うんうん、あのスタジアムだったりとか時間みたいなものはなるべく排除していきたいなと思うんですけど、うん、本当にね、仲良くやろう、そう、そんだけ、どっちが悪いじゃなくてどっちも良くしたいって思ってることだから、そう、みんなね、あのゴールは一緒だから、うんうん、ゴールは一緒だから、特定の誰が悪いじゃないんだよ、ね、特定の誰が悪いじゃなくてみんなが悪いんだから、うん、あのみんなで今日の試合も悔しかったけど、うん、悔しい、ね、反省する、うん、で反省して何かをトライしてみんなで挑戦して、でそこでゴール生まれたらみんなで喜んで、うん、で勝ったらみんなで笑顔あふれるようなスタジアムにしていきたいし、そういうクラブであってほしい、うん、多分それ
それがね、あの共に歩むってことなんだと僕は勝手に解釈してるので、はい、今後もね、そういったあの千葉よしおのスタンスはこれでいきたいと思ってます。はい、本当に今日は試合もそうだったけども、あのちょっとね残念なことがあった後の1週間だったから、うん、もっともっと僕たちのジェフ千葉っていうものはきっとあったかい笑顔あふれるクラブになれると思うから、はい、次の試合4試合、うん、しっかりとまた意地を見せるために頑張っていきましょう皆さん。うっす。残り4試合紹介試合になったとしても負けていい試合なんか一つもない。いやそうですよ、まだ栃木と千葉の戦いも残ってますし。そうだよ、そこに向かってね今シーズンね最後は優秀の美で終わるためにも頑張っていきたいと思うんで、うん、今週もこの言葉だよ、お別れをさせてください。先週はお休みして申し訳ございませんでした。それではいきます、俺たち寒い